ドン、始まりました。桜井ターンのモーレツトラベルということで、現在山形県米沢駅に来ております。本日の動画は在来線を走る新幹線、ミニ新幹線翼号に乗っていきたいと思います。まず最初、翼153号山形駅の列車に乗って山形まで、また翌日ですね、翼何号だったかちょっとわからない、覚えてないんで、こちらに出てるのに乗りまして、山形から新庄まで目指したいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。ということで、奥の方からね、見えてまいりました E3 系翼号でございます。これ何がすごいって、新幹線が在来線の線路を走ってるんですよ。日本にね、いれば結構当たり前かもしれませんが、新幹線っていうのは基本的に、ごめんなさい、新幹線というのは基本的に高架とかね、高速運転をするものなので、いやーすごい。ということで、やってまいりました翼153号山形駅です。この列車に乗りまして、終点山形を目指していきます。これ2000番台なんで、席どこでも一緒です。とりあえず座れそうな場所探して座ります。それでは乗っていきましょう。新幹線区間で出てるステップも出てません。よいしょ。一車は米沢駅を出発。この先1435mm の標準規格された大宇本線を北上していきます。はい、ということで車内設備ご紹介していきたいと思います。まずこちらが背面テーブルです。そこそこのかなり大きいですね。まあ普通の JR 東日本の新幹線と同じサイズで、足元にはね、新幹線としては珍しく普通車とフットレストがついております。なのでこれですね、足を置くことができてかなり便利で楽です。でさらに古いね、 E3 系とは思えないコンセントがついております。窓側1席しかありませんが、これも便利で、リクライニングはね、懐かしのこのシステムです。今ではね、なかなか見ることのできない座面スライドと背もたれが倒れるもので、白い方が背もたれ、黒い方が座面です。で座面はね、こんな感じ、マックスとゼロです。まあ背もたれはまあいつも通りって感じですね。であとはこれがドリンクホルダー、ドリンク入れることができます。であとね、一応東日本フリー Wi-Fi、 JR イーストフリー Wi-Fi も飛んでいるので、ね、YouTube や Instagram、 Twitter などの SNS をはじめ多くのものを見ることができます。列車は赤湯に到着。そして対向の列車は米沢駅の普通列車。これ1435mm の標準機が走れるように改造がされております。時間が時間なこともあって、結構ね、もう外の景色見えませんか。ちょっと高台走ってるので夜景が綺麗ですね。山形市内が見えてまいりました。列車は間もなく終点山形に到着いたします。ということで到着いたしました、山形です。すげえ、 E8 系のもう用意できてますね。山っていうのが E3 系、 E8 系っていうのは山形新幹線専用の車両です。ということで、本日はここ山形に泊まります。ということでですね、とりあえず一旦今日はね、ここで鉄道の旅は終了となります。こんな感じですね、翼号のね、歴史ってものがありまして、翼がどういったものだったんですよってね、機動車から始まって新幹線へとグレードアップということでね。でそしてこの2023年の2月から復刻して、この翼号、銀翼と呼ばれる元の色に戻りまして、さらにね、
山形駅と言ったらこれですよね。あのレゴブロックで作られたハヤブサ号があります。すごくないですか、これリアルでレゴなんですよ。ほらこう見たらねレゴだってよくわかるっていう。で今回乗っていくのは翼171号、山形発新宿行きの列車です。反対側には翼124号東京行きの列車が止まっております。この後ですね、こちらの新宿行きの翼号を乗っていきます。主要車両は E3系2000番台ですね。こう目がねこうかぶいてるのが2000番台で、垂れ目というか釣り目なのが1000番台です。列車は山形駅を出発、この先奥羽本線を北上していきます。基本的にねこの山形新幹線っていうつくのでね、新幹線なんですけど、このね171号だけはちょっと新幹線とは異なって、最高速度が時速130キロということで、200キロを超える高速運転はね行わないということになっております。現在伏線みたいな感じで列車走っておりますが、これは伏線ではありません。この現在走っている山形新幹線、この今ちょうど走っている線路が奥羽本線になります。でこちら側の線路は仙山線、あとは阿寺沢線ですね。ちょうどこっち側に行った秘伝館の路線が阿寺沢線です。阿寺沢線は機動車の、ね、6両編成というちょっとすごい運転をしているところです。なのでちょっと線路幅でこの後違う、今入った線路、そして向こうからやってきた線路というのは若干線路幅が違うと思います。これは新幹線が標準機、そして在来線は狭軌を使用しているからです。まもなく列車は宇前千歳駅を通過いたします。宇前千歳駅のところではクロスポイントみたいなのがあって、この在来線とここですね、在来線と新幹線の位置が逆になる平面交差っていうのがあります。列車は宇前千歳駅を通過、仙山線は向こうの山の中の方に進んでいきます。で向こう行ったのが仙山線、山形と仙台を結ぶ主要路線ですね。1時間に1本ぐらい列車はいるので、かなり列車の本数は多くなっております。山形を出てから終点新庄まで進行方向右手側には奥羽山脈を望むことができます。列車は間もなく天童に到着をいたします。天童はね将棋の街ということで有名ですよね。この翼171号は新幹線ではなく特急列車です。なぜね、新幹線と特急に大きい区別というのはないんですけど、大きい区別をするのであれば高速運転をするしないだと思います。この翼号ですね、最高速度130キロとなっておりまして、他の、ね、翼号を最速で275キロまで出すことがあるので、それと比べると100キロ以上遅いというところでは特急なんです。でその理由はですね、この171号っていうのは山形新庄間の運転のため新幹線区間を走らないんですね。ということで1435ミリの標準機に改良された701系と交換です。進行方向左手側には果樹園ですねが見えます。でこれがね烏国山っていう山なのかな、多分。列車は間もなくさくらんぼ東根に到着いたします。東根市はさくらんぼがねとても有名で、なので駅名についにね果物の名前さくらんぼが入ってしまいました。すごいわ。これ見えている山々は出羽山地です。この出羽山地を越えると日本海側で、日本海側は羽越本線が走っております。この奥羽本線と羽越本線の合流点は秋田です。
ということで列車はさくらんぼ東根に到着です。本日は出羽山地そして奥羽山脈ともに綺麗な景色を見せております。現在乗車している山形新幹線にも新型のね新幹線が導入されることが決定しております。 E8系と呼ばれる、ね、車両なんですけどもうすでに第一編成が完成しておりまして試験走行も行っております。このね E8 系は最高速度が300キロ、で在来線区間の速度は変わらないんですけど新幹線区間での速度が約25キロ上がるということで、で連結も E5 系との連結が基本となるということでいよいよね E2 系にも影響が、ね、出てくるかなというような感じがしております。基本的には E6 系の、ね、設備を寄せたものとなっているんですけど最高速度が、ね、300キロということでそんなに E6 系ほどその先頭部分っていうのが長くなってないっていうのが特徴かなって思います。もうね東京とかいろんなところにはね試運転として入ってるみたいなんですけどまだ撮影の時はその試運転っていうのはあんまり行われてませんでした。今の影響は一線する方式っていう方式ですよね。通過線みたいな感じでまっすぐ伸びている線路を速い列車通過線を走る、ま、なんだろう駅の交換する際にまっすぐの方の線路を速い列車優等列車特急列車とか急行快速みたいな列車が通ってで各駅停車が外で待ってるみたいな形の方式ですよね。こういうところでも列車の高速化のために結構やっぱ奥羽本線開業されてるんだなって思います。で今回乗っている翼171号はですね山形から新庄までの昨日のね夜の翼号の新庄までの送り込み運用なのかなって思ってたんですけど意外に需要が高いんですね。なんかもっとガラガラかなと思ったらこの号車だけでも5、6人、7、8人かな、7、8人乗ってますね。指定席を僕は一応発見はしたんですけど、指定席発見時は誰もこの号車はいなかったんですけど、他のね、号車も、指定席も売れてたので、数席ですけど、多分、1両あたり、10人ぐらいかな、は乗っていると思います。列車は大石田に到着。大石田の次の停車駅は終点新庄です。で南新庄というのは陸東線の駅なので奥羽本線に駅はありません。これ横の線路が陸東線です。だから過去には C57 型185機がですねここで走りまして。この陸羽東線をね走りましてで山形駅からこの辺りですねこう隣を山形新幹線と並走して翼号と並走して走るということも昔行ったことがあります。かっこよくないですか SL と新幹線の並走って。でその時のね映像見たことあるんですけどSL はねもうフルパワーみたいな状態でここで撮られてた映像なんですけどちょうどここで SL はフルパワーでねシュ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 煙に開けながら走ってるんですけど新幹線はもうねすごいゆっくりゆっくりある走ってる感じでねこのやっぱ時代の変化っていうのを逆に象徴するシーンでもあったのかなと思います。列車は間もなく新庄に到着いたします。ちょうどこの右側にあるのが山形新幹線の車両基地留置線になりますね。残念一本も車両は止まってませんでした。日中の時間帯とかは結構止まってるんですけどこの朝のちょうど列車がいない時間帯に来てしまったようです。はいということで到着いたしました新庄です。この後ですねこちらの奥羽本線乗っていくわけなんですがいかがだったでしょうか。1日ね1本だけ運転されております。
山形発新宿行き翼171号、結構ね需要があるんだなと思ってびっくりしました。ということで、そろそろこの動画を終わりにしたいと思います。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。